さあ本日は2018ワールドチャンピオンシッププレインノックアウトのデイワンマッチワンをお届けしております。さあクラウド9 vs ガンビット e スポーツ11です。ガンビット e スポーツとしては非常に丁寧に、ゲームをプレイできましたね。クラウド9の仕掛けに対して、しっかりとダイモンドプロック選手が、いなす、そしてキラ選手のウォールを中心、起点としたエンゲージ、いや得意チャンピオンというのもあってやはり、いいプレーが、連発しましたね。そしてクラウド9メンバー変更があります。スベンスケレンをブラバーと交代して出してきました。意図としてはやはり序盤から中盤にかけての、ゲームメイクになりますかね。先ほどから見ていると、ブラバー選手は序盤仕掛けるのはできてはいるんですが、ちょっと決定打にはなっていない、うまく、フラッシュを落とさせた後にも、眼光するといった行動もできてはいませんし、トップも明かりせっかくピックができてはいたんですがそれを生かす動きというのは全くできていませんでしたからね。一応トップでアーゴットに対してはキルを取る攻撃ができましたから足りないと足りませんね。もう少し明かりの強さを生かして、ジャングル内の小規模戦を行っておきたかったですよね。そうなるとスベンスケレンの導入というのはどういう狙いになるでしょう。小規模戦を中心に行っていきますかね。ただジェイセン選手が、サイドにジャングルにワードを置くというのがあまりないのでスベンスケネット選手としてはちょっとリスクのある動きをしなければいけない。それを考えるとリコリス選手がトップに対してワーディングを行っているというのが非常に多いのでトップを中心にゲームを作っていきたいですよね。スベンスケネン、もともと最近だと TSM からクラウド9を打ったというところで、かなりリーシンの印象が僕は強いですよ。そうですね、僕もリーシンの印象が強いですよね、スベンスケネンのリーシンが何とかするみたいなのがですね、何度も彼のいるチームだとあるんですが、ここでリーシンを見せてダイヤモンドブロック選手を抑え込んだらまた評価はグッと上がりますよね。何かこう変えてくるのかなという感じはしますね。そしてカイサはスニキに取らせてもバルスで対応できるというところも見せましたし、早い段階で取るというのが難しくなりましたよね。バルスを当てられてしまう、あとアリスターとの組み合わせがあまり良くなかったのかなというような印象がありますね。カイサとアリスター確かに組み合わせ自体はいいんですが、耐えきれないレーニングが、ブラムであればシールドをして相手の AD キャリーからのダメージを防いで一方的にスニーキー選手が殴れるような状況も作れますし、集団戦においては、守る能力はアリスターよりもブラムの方が高いですからね。あとはリコリス、アカリというチャンピオンでありながらもうまく集団戦立ち回っていましたが、やはりこう彼が CC を持っていた方がチームうまく回るのかなという印象があります。そうですね、あともう本当にリコリス選手毎回なんでそこにいるんだと言わんばかりに裏取りをできていたので、本当 CC が1個でもあればというような形だったんですよね。リコリスのピックをこうもう少しチームファイト寄りに変えてもいいのかなという感じありますね。そうですね、それこそヘカリムが取れていれば一番ベストだったんですがバーンされてましたからね。さあかなり話しているのはこれはガンビットのエドワードです。先ほどのタムケンチは非常に良かった、攻撃的だったのが良かったですね。そうですね、守る、動きではなく基本的に攻める動き、アルティメットも集団戦が起こっているところにすぐさま使用することによって人数差を生み出すことができてましたからね。それで、だからこそグレイシャルオーブメントだったというのもうなずけるような立ち回りでした。レーニングでの有利も握ってしっかりと握ることができていましたからね。さあしっかりと会場の立ち絵もブラバーからスベンスケレンに変わってますね。どうなるかですね。ここをしっかりと序中盤作り上げることができればクラウド9としては、この中盤のゲームメイクが強いガンビット e スポーツに対して有利を渡さないようにはできるんですが、ジェンセン選手がワードを置けるかどうか、そしてカバーができるかどうか、それが重要になってきますね。先ほどはキンドレッドがやられてしまったシーンからちょっとビクターではミッドレーン耐えられない、さらには割れてしまいましたからね。もう少しというのも、当たるのであればスニーキー選手に対しても、集団戦をするというのをしっかりと意識づけておく必要がありましたし、集団戦をしないのであればもうあそこまで前に出る必要はなくワードを刺してバックでいいですからね。さあ自分たちが選んだチャンピオン、そのチャンピオンに見合う戦い方をしないと相手に、不意をつかれてしまうといいますか、有利を取られてしまいますからね。ただ
今回セブン、スメスケレン選手を追加したことによって、バンビックがまたどう変わりますかね。もしかすればガンビット e スポーツに対して割いていたジャングルバン削ってくる可能性ありますよね。さあそれではゲーム3のドラフトを見ていきましょう。クラウド9がブルーサイドを選択しています。レッドサイドガンビット、タムケンチをバンです。タムケンチが一番嫌だったというのがバンから分かりますよね。さあガンビットはゲーム1に戻ったようなバン、エイトロック、そしてアニディア。これはやはり、ジャングラーに対してのバンを最低限まで削ることによって削って相手の得意チャンピオンをバンしようというような狙いになりましたね。ガンビットはアーゴット、この後リサンドラでしょうか。そうですね、最後はリサンドラになりますね。ここどうするかですね。サイオンをバンするのか、それともタリアをバンするのか。バルス、先ほど使ったチャンピオン3つバン。なるほど、これでカイサをファーストピックしますかね。この3ピックは俺たちに聞いたとまあそういうことですね。もう徹底的ですよねこれがリバードコーチの答えなんですか。まあ切り替えも早いというところで逆にいい気がしますからね。ただアリスターバンしましたね。おー、リサンドラ開けました。ただこのタイミングですぐサマー通るというのは難しいので、スレッシュ、スレッシュからガラッと変えてきましたね。なるほど、アリスターをバンした、アリスタータムケンチをバンしたのであれば次はスレッシュが来るだろうということを予測しての取り上げですね。エドワードの得意チャンピオンです。いや非常にいやらしいバンピック。まあそしたらブリッツもありますけどね。でもそれよりも、スティーチョ選手の得意チャンピオンサイオンを獲得しないんですね。ラカン、いやサイオンを取ると思ったんですけどね。ガンビットも変わりましたよ。エドワード選手にしっかりとエンゲージができるチャンピオンを獲得させておく。ただラカンをにしたということはフロントラインが少なくなるので、まあ、トップレーンはタンクが必要になる、まあ、サイオンですね。かなりドラフトのところでエドワードが喋っているように感じますね。さあラカンとサイオン、そして、やっぱりですか。いや見れるといいんですけどね、まあ、リーシンでなくても、まあ、エリスであったとしても常駐盤作り上げることはできるんですが、おドレイブン、いきますか。いや、いきますね。ドレイブンだ。ドレイブンスレッシュ、フックをされてしまえば一瞬でキル取られてしまいますね。特にラカン今ステータス低いですからね。ベースのステータスかなり下げられてしまいましたから警戒はしなければいけませんね。そして新自動、一瞬インパクト選手がいたかなと、僕もインパクトかなと思いましたがここにいるのはリコリス選手なんですよね。さあ新自動です。グラガスの選択ですか。得意チャンピオンですよ、ダイヤモンドプロックスとなればジャングルの番をしていきますか。ただリーシンであれば、ボディスラムで Q スキルを止めることができるのでリーシンをバンしなくていいということを考えると、オラフ、あとはキンドレッドはカウンターですし、スカーナはどうですか。そうですね、スカーナの番になりますね。さあバーンフェーズ2です。に対してクラウド9としては、まあ、常にトップとジャングルが見えている、サポートも見えてますからね。ミッドレーナーの番、あ AD キャリーにしますか。ザヤとラカンを嫌いました。ボットレーンから作られることを嫌ってますね。クラウド9はもうボットから作ろうとしてますよね。そうですね、ドレイブとスレッシュですからね。あ、ただイリリアの番、グラガスであればスカーナは対処できるといった判断ですか。 C9 どうするでしょう。ボットをさらに削りますか。んただこれ以上ボットを削る必要はないと思いますけどね。バレスタザヤがいないのであれば、お、ジグス、確かにキラー、ジグスを使っています。であればここはまずマークスマン、ミッドレーナーを先に見せる必要はありませんからね。んーエズリアル、これイリリアをバーンしてきたのでジグスを使ってくるかもしれないというバーンにも見えますね。レーンコントロール取られてしまいますからね。おっとルシアン、あくまで強気ですね。エズリアルであるならば、守備的な動きもできるんですが、まあ、確かにエズリアルとラカン組み合わせとしてはあまり良くないですからね。
ただこれレンジ的にドレイブンと戦うことになりませんか。難しいと思いますけどね。勝てるんでしょうか。タリア、うまくラカンのノックアップを当てることができれば勝つことはできるんですが、単純な 1v1 ですとやはりドレイブンの方が強力ですね。さあここで何を見せる。ミッドレーン先出しになりますが、先出しならならばライズが一番安定的なチャンピオンですね。さあ今回は何が合うでしょう。ガンビット、エンゲージは全く問題がないことを考えると、ウェーブコン、レーンコントロールが取れるタイプのチャンピオン、それこそまあ 1v1 仕掛けに行ってもいいですよね。リサンドラ、お、ベイゴ、あ、ガリオニですか。エンゲージ強めましたねもっと強くしましたね。ラカンの脆さをカバーするためのガリオということも考えられますが、ただこれ中盤に寄ってませんか。寄せてますね。やはり中盤のゲームメイク考えてはいるんですが、今回スベンスケレン選手が入ったことによってタリアピックできてますからね。相手も中盤の強さがある。序盤から中盤お互いにジャングラーが作り上げていくゲームになるので、この試合はお互いのジャングラーの動きに注目ですね。クラウド9としては仮にその中盤が過ぎたとしてもレートゲームではライズがいますから。あとはこのリコリス選手の真珠がどのように働くか、先出しです。あ、先出しではないですか。採用を見てから当てていきましたね。どのように働くのか。今回はブラッククリーバーにした方がいいような気もしますね。そうですね、真珠もいますし、ドレイブンがいるので体力を少し上げておいた方が集団戦勝つ可能性高くなりますね。強気に行くのであれば、まあ、先ほどの同じ選択肢でもいいですが、エッセンスリーバーで、スキルを使って叩き潰すというのもありといえばありなんですが、ちょっとリスクが高いようにも感じますね。さあ互いにかなり強気なピックもあります。ジャングラーが注目だという話がありましたが、クラウド9にはこのゲームからスベンスケレンが、そしてガンビットが先ほどからゲームを引っ張ってきているダイヤモンドプロックス、この2人の対決でもあるでしょう。どうしますかね。どのレーンから作り上げるかなんですが、トップレーンガンクしやすいんですね。クラウド9はやはり新次郎のいいスキル、背負い投げが強力ですからね。W もうまくはまればあれフラッシュ使えませんからね。どこまでも引っ張られてしまいますからね、タリアと組み合わせると。さあ2018ワールドチャンピオンシッププレインノックアウト Day1 マッチ1ゲーム3、クラウド9 vs ガンビット e スポーツの試合スタートです。ラカンをピックしたこ、ラカンをピックはしできてはいるんですが、やはりガーディアンとコインの選択になってますね。さあリコリス解放の魔導初心地度、強力ですよね。イグゾーストヒールクレンズゴースト、もう何使っても強いですね。ゴースト持てるっていうのが結構でかい気がしますねテレポートを使用した後にゴーストに変えられますからね。失礼しました。どうした。いやちょっとむせてしまったさあリバーにジェイセントップサイドワードは一つ置きました。ボットレーンからのジャングルスタートは C9。 いやー怖いですね。ドレイブン征服者も持ってますし、デイザラ選手はアフターショックとイグナイトですからね。ラプタースタートです。ダイヤモンドプロックス面白いスタートですね。これは何なんでしょう。まあ、ガリオが Q スキルを使って、削ることができるので、まあ、ジャングルのクリアスピードを速めるためにもですね、プレデターを所持しているのでラプター、レッドバフ、そしてクルーグを勝った後にリコールですね。こうするとファームが早いわけですね。そうですね。あとはガンク能力が高くなりますよね。ブーツを所持しないとプレデターは使えないんですが、最速で持つことによってプレデターの回数増やすことができますからね。スベンスケレン
赤バフ青バフときてスカドルのコントロールです。これでまずアスカドルを一つコントロール取ることができる。トップレーンに行きますか。この後ただワードは置きましたよ。あーただしかし先に背負い投げが入ってしまった。さあ痛い。レッドバフでオートアタックじり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 削ってくる。ここで打ち上げは当てることができましたがダウンです。ファーストブラッド獲得はスベンスケレン。交代後すぐさまチームに影響を及ぼしていきました。やっぱりこれですよね。トップレーンで新人を使ったとなるとガンクプレッシャー非常に高い。打ち込み、いやーもう1回ですか。フラッシュはありますがフラッシュ落とされたくないぞ。確かに移りはしませんが、いやこれは押し込みますね。なるほど、ダイヤモンドプロックス選手が構えている可能性を考えてですね、やめました。リプレイ、これを見てるとタリアのオートアタックなぜかすごく痛いんですよね。まあ赤バフついてますから、赤バフを抜きにしてもなんか痛い気がするんですよね。もともとは明治なのでそんなに高いわけではないはずなんですよね。なんですけどね、エフェクトのせいですかね。さあジェンセンは涙を作ってミッドラインにテレポートです。ただガリオであればしっかりとファームすることはできますし、成長スピードに差は生まれなさそうですね。さあダイヤノンプロックスブーツを変えているのでプレデターが使えます。スベンスケレンの位置も把握できたでしょうか。おっと狙いに行く、打ち上げは入った、イグナイトも入っています。スニーキーフラッシュダウン、うまい仕掛けでサモナスペル2対2で作っていきました。ガンビット、いい仕掛け方ですね。エドワード選手ノックアップうまく当てましたよ。ドレイブンをゼイザル選手、ドレイブン、スレッシュどちらもいいスキル使うことはできたんですが防ぐことができませんでしたね。おお、まあまあ真珠とならばいつものやつです。いつものですよね。ただしそれを囲い込んでいる。タウントは入った、打ち上げも入っている。それに対してフラッシュインボディスラム、逃がさない、1キル獲得ガンビットです。いいプレイですね。ただトップレーンには何もつながらないんですよね。ミニオンが全て消されてしまっているので。おや、なるほど買い直しですか。リコリス今ダークシールを2個積んでいたんですが思い直してやめましたね。ゾーマの書を持ってますね。1個にしました。これを考えるとクリスタルセプターもしくは、悲壮な仮面ですか。あ、ライアンドリーの仮面ですか。もしかすればロッドウェイジスの可能性もありますが、早めに火力を積んでいく選択のようですね。お互いに中盤考えてますか。トップレーンサイドにスベンスケレンがまだ寄っています。ボットレーンでかなりやり合うのかなと思いましたがジャングラーが介入することなくトップレーンに対してお互いのジャングラーが力を注ぎます。スティージョスフラッシュはある。ここで W を見てからフラッシュアウトです。これはレーニング難しいですね。かなりの体力削られてしまっていてこの後だいぶの危険性もありますからね。近くにね、おっと近くだ、フックが当たった。このタイミングでロディックしっかりとスニーキーを狙います。さらにはもう一度入る。今度は W はかわすことができた。そしてイグナイト体力が減っている。そのままスニーキー1キル獲得。トップレーンでも仕掛けているのはリコリス。スティージョスフラッシュはもうありません。うまい、ダイヤモンドとともに仕掛けましたがこれで2キル獲得クラウド9です。仕掛けてはいけませんでしたね。もったいない仕掛けになってしまいましたね。エドワード選手があそこで仕掛けてしまうとフラッシュを所持していなかったというのもあってキルには繋がってしまいますね。当たればいいですがスニーキーかわしましたからね。寸の差でしたからね。もし当たっていればロディック選手も入ってキル取ることできたんですがこれでキルが入ったことによってリーグオブドレイブン発動しましたね。リプレイです。仕掛けまでは良かったんですけどね。逃げにフラッシュ使いましたか。この後に入ってますからね。あ、この後逃げにフラッシュ使ってますね。2発、もったいないですよね。
まあここはシンジトとタリアの強さしっかりと生かすことができているので、もう一方的なキルの取り方ですね。さあトップとボットどちらもコントロールを取ったのはクラウド9です。しかもこれもう一度トップに行けそうですよね。リボリス選手イグナイトに切り替えてますから。いやー BF ソードが変えましたか。 AD の差がすごいですよ。これも勝つの難しいですよね。スティージョスもアイテムが辛いですね。ずっとネガトロンを持ったままです。何も変えない。真珠の強さが出てますよね。ハラスをそもそも当たらないように立ち回っている。ミニをプッシュしてすぐさま消えて、相手のジャングルに対して視界を取って下がる。この動きされてしまうとどうしようもないですね。フラッシュインカウント、さらには打ち上げ、ダイアナプロックスが寄ってきますが合わせるフラッシュは持っていませんでした。ジェンセンのフラッシュがダウンです。これでキラ選手、ジェンセン選手ともにフラッシュがなくなった。ライズとしてはミッドレーンのコントロールを取るだけでいいので、どちらかといえばキラ選手の方がフラッシュの価値は高かったように感じますね。キラレーンでキルが取れなかった場合、au 購入を今使う場所がちょっと難しく感じますね。まあ、ボットレーンに対して守りのために使うしかないですね。ただそれでカウンターが取れれば美味しいですね。ただタリアですからね、近づいて、CC を入れてくるのではなく離れたポジションから打ってくるので、ガリオナ英雄降臨うまく使うというのが難しいですね。エドワードがレベル6狙ってますよ。ただしワードで見えている。俺に夢中から決めることができればという印象でしょう、ガンビット。ただしその狙いクラウド9しっかり分かっています。さあフックから仕掛けていく。しかしスニーキーに対してロディックが狙いを絞っている。このトレードはうまくいっています。ただしトップレンダダイヤモンドプロックスが助けに寄ります。スティージョス魔法防御を積んでいるのでどちらの攻撃にも耐えることができている。ただしリコリスのファームが止まらない。キラが寄ってきます。英雄氷も持っている状況か。さあどうか追い込むか。リコリスに対して2人へ向かいますか。英雄氷を使ってスペースケネ狙いに来ましたが、うまくいっていない。中途半端になってしまいました。これはミッドレーンのプッシュのことを考えるとクラウド9大きな有利獲得できましたね。キラテレポートワール、すぐさまミッドに戻りたい。いやトップのタワーがもう壊れますよ。スティージョスもテレポートはあります。テレポートでキラミッドレーンに戻りました。スティージョスもテレポートで戻ります。これで一方的なテレポートに有利獲得できたのもクラウド9ですよね。この仕掛けいなした、フラッシュ1枚でいなしたというのがいやもう全てですね。トップレーンもうスティージョスはこれ開けることはできないでしょう。そしてガンビットこれ狙い相手の狙いを外してボットレーンにダイヤモンドプロックス寄ってきます。コントロールワードでブッシュの視界がないのも分かっている。ただスベンスケネン選手もボットレーン、テレポート2つ仕掛けるのは難しいというように思いますけどね。一瞬で落とさなければいけません。さあうまく潜り込むことができました。さあどう狙う。ガリオも姿を消した。さあこのタイミング仕掛けに行きますが届いていない。スニーキーかわしきった。フラッシュ1枚で防ぎました。いいなし方ですね。相手が仕掛けてくるであろうことを予測していなければできない反応の仕方だったので、スニーキー選手としてはしっかりと警戒ができていましたね。これでボットレーン このラカンのアルティメットがなくなったことによってセーフティーなレーニングがまた一つ行えるようになりましたね。ボットレーンはクラウド9もこれセーフティーでいいんですね。セーフティーでいいですね。ただここでブラッドサスターが完成したのでアグレッシブに仕掛けていってもいいですね。ライフスティールの差を生かしたレーニングできればこのルシアに対して有利を取ることも不可能ではないですから。あリコリスがトップレーンに守りのために置いたコントロールワードも壊していきます。まあレーニングから離れていい時間が長いですからね。ゼイザルモビリティブーツを履いて動き始めました。もうボットレーンは放っておいても十分だろうと。なるほど、ミッドサイドの視界が取りきれないのをゼイザル選手がカバーしますか。フック引っかかった。ダブルのコンボ決まります。ジェンセンの1キルです。いやキャッチが強いという構成を生かしきってますね。モビリティブーツを履いたことによってムーブメントスピードが極端に速くなってますからね。そのままボットレーンに向かいます。おーっと捕まえた。またしてもWとのコンボ。イグナイトも入っている。フラッシュアウトはダイヤモンドプロックス。わー足の車輪、イグナイトでダウンだ。
1キレ獲得、クラウド9。これでジャングルのプレッシャーがなくなりましたから、リコリス選手としてはトップレーンのファーも、まあ、タワーとタワーの間でできるようになったに加えて、ジェンセ選手としては、まあ、プッシュをずっとできる状態になりましたね。さあゼイザルとスベンスケネン、この2人のライン強いぞ。強いですね。さあタワーは割れた、俺に夢中でランタンは掴ませませんでした。まあ、ゴールドを受け取るためにちょっと前に言い過ぎましたかね、スニーキー。そうですね、タワーが破壊できるというのを考えて、欲張りすぎましたね。これでリーグオブトレイブ半分にはなってしまいましたが、ローカルゴールドは受け取れたでしょう。この後リコリス選手がタワーを破壊しに動きしに行ってもいいと思うんですけどね、もうそろそろ破壊できますから。おっとミッドレーン仕掛けていきます。ダイアナブロックスも寄ってくる。ただしスベンスケネンも寄ってきている。仕掛けられるか、後ろから飛び込んでいった。オーボリとアルティメット、うまく決まらなかった。スベンスケネン耐え切ることに成功しています。いやもったいない、互いのスキルがクロスしてしまいました。アルティメットが当たっていってましたからね、先ほどのはちょっと猛進の後におごりでしたね。もったいないの一言につきますね。これでトップレーンの破壊、タワーを破壊できますから。壊されるのは承知でスティージョス動いたんですが、そしてここからトップレーンのリゴリス選手も縦横無尽に動き回れるようになったので、トップサイドのジャングルのコントロールが取れなくなりますよね。どうだレッドバフ、いやセブンスケネン選手が抑えてます、抑えましたね。そしてダイヤモンドプロクスが捕まります。ジェンセンに2キル目が入った。そしてフック、エドワード捕まった。ジェンセンとのコンボ、すぐさま E を使って逃げることはできましたが、あわやというシーンもう一度あるんじゃないか。あ危ない、ヒヤッとしますね。さあウィーバーボール、おっとこれはなんだ、これはやりすぎじゃないか。スニーキーのためのウィーバーボールでしたが、乗ってはいけないでしょう。もったいない、ちょっと勢いが良すぎてしまいましたね。シャットダウンゴールドではないですが、これで貴重な1キルを取ることができましたガンビット。ただ変わらず有利を取っているのはクラウド9ですからね。さあフック文字を捕まえて、いやエドワードは柔らかいぞ、俺に無償を使って時間を稼ぐ、さらには無英雄降臨、守るために使わされましたキラー。エンゲージに使えないとなると新庄の動きまた止まらなくなってしまいますね。この英雄降臨大事に使わなければいけないんですけど、まあ、使わなければリーグオブドレイブン発動していましたね。エドワード選手最後アルティメット当たってましたからね。さあサイドのタワーはもうありません。ジェンセンがサイドレーンに動き始めました。ロディックのルインドキングブレードはなんとか完成です。ただ遅いですね。ドレイブンはブラッドサースター完成させていますし、おヘラルド、こんなに引っ張り出せるんですね。タリアの加工された地面をふんだんに使ってますね。さあこれでヘラルド獲得 C9。 このヘラルドうまく生かしていきたいですね。ミッドレーンのタワーを破壊するために使っておきたいんですが、まずはサイドレーンのプッシュから行わなければいけませんね。リコリス今はテレポートは持っていません。イグゾーストとフラッシュです。相手がボットに対して仕掛けてくるであろうということを予測してのイグゾーストの選択になってますね。さあ安全にファームできるところがなくなっていっているぞガンビット。ミッドレーンにヘラルドを召喚、3人体制、突撃で十分割れるでしょう。さあミッドのアウタータワー破壊は C9 です。難しいんですがしっかりと、ドレイブンにゴールドを集めることができました。これでまた一つビルドが進みますね。先ほどからブラッドサースターか以降ビルドが進んでいないので、どこかのタイミングでリコールをしてビルドを整えておきたいですね。ミッドレーンを押し込んでからになるでしょうか。リコリスも寄っていて少し面白い布陣にはなっていましたが、さあミッドにプレッシャーを集めます。
その後トップレーンサイドに入っていくのはゼイザルとスベンスケネン。視界の管理を徹底して行いに行ってますね。ジェンセンへのカバーです。まだファームさせますね。いや細かく有利作ってきますね。もう前出れませんから。トップサイドの視界も取られていて、ボットサイドも視界が取れていませんし、マウンテンドレイク前に帰りそうですね。いやレベル2差、ちょっと猛進使うしかありませんでした。スティージョス、エンゲージの要素を一つ一つ取り除いていくことによって、クラウドナインは自分たちがファームできる時間を作り上げていってますね。マウンテンドレイクまでにスニーキー帰るかなと思いましたが、もう帰っていいと思いますけどね。これでリコールになりそうです。残り40秒でマウンテンドレイク湧きます。ビルドがどうなるか。 BF ソード、ピッケル、もなるほど、インフィニティエージのルートですか。お守りダガーも入りましたが、なんでかレックレス選手を思い出すような、まあ、金銭効率いいですからねダガーは。まあそうなんですけどね、まあ300ゴールドちょうど余ったんでしょうが、コントロールワードという言葉がどこかから聞こえてきそうだ。それもまたレックレス選手らしいですね。さあミッドレーンを押し込み、視界を消し、マウンテンドレイク向かうでしょう。でもこれは明け渡すしかないですね。すべてのアウタータワーが残っていて、レーンのコントロールを取れるのはクラウドないんですから。さあマウンテンドレイク獲得はクラウドないんです。相当なダメージ出せますけど、集団戦はしませんよね。1対1の形を継続して行うと思ったんですが、ジェンセン選手合流してますか。クラウドないは1対1を続けた方がいいんでしょうか。せっかく新人がいますし、ライズも1対1ができるチャンピオンですから、まあ、無理に集団戦を行って、ガリオのアルティメットで壊滅。おっとこのタイミング仕掛けにいった。ランタンは掴めるか。掴めた。しかしそれでもイグナイトでダウンだ。最後のダメージはロディックが与えて1キル獲得です。シャットダウンゴールドにはなりません。とんでもない動きですよ。ただアルティメットが全体的になくなったので、いやクリアができないか。キラのプレッシャー効いてますね。さあタウント入った。そこに対して2丁走者合わせるエドワードですが、これはフラッシュアウトが間に合いました。さあガンビット、こうしたワンプレーでこれまでのゲームを戦ってきました。ミッドのアウタダワー破壊に成功です。やはりエドワード選手、いいエンゲージの仕方をしますね。ラカンですね。やはりここ見えてませんね。いやなんてロングレンジからの仕掛け。いいフラッシュアルティメット W、 どうしようもないですね。いくらドレイブン、プラットサッサを積んでいたとしても、あれは体力が持たない。ただし5分に1度しかできません。アイオニアを履いているのでもう少し短くはできますが、毎度できるものではないですよ。ここからのゲームメイク、リコリス選手はクレンズを所持していて、ライアンドリーの亀とクリスタルセプターですか。やはりスプリットプッシュを中心に行っていくことを考えると、1対1で延々とプッシュをし続けていくような構図になると思うんですが、その際にしっかりとサイドにワードを刺したわけは先ほどのようになりますからね。さ あ今度は仕掛ける。おっとスティージョス角にぶつかってしまった。背負い投げでフラッシュアウトする先にもいけません。1キル獲得リコリス、うまい。おっとゼイザル、今度は捕まえているのはロディック。しかしここは逃げのフックになりました。適当に使いましたね、適当に回していって、まあ次のサモラスペル回せるように回す必要性がありますからね。でなければ解放の魔導士のクールダウン長いままですから。さあ現在試合時間21分50秒というところです。少しゲームがオブジェクトに絡む前に停滞していますが、有利を作っているのはクラウド9。これでもうボットレーンのタワー破壊できそうですからね。さあジェンセン、キラのシールドをかわしながら打ち上げは食らってもノーダメージです。シールドが強い。
そこに対して参戦してくる。ストップポーチで時間を稼いでいますが、ダイヤのプロックスの体力が一気に削れる。英雄氷使って守り切った。そこに対してエドワード、さらにはロディックの2超走者で一気に体力を削りますが、ここでダイヤのプロックスがダウン。そしてテレポートでやってくる。一気に C9 5人が集まった。いやー、スペースキャレンダメージ、ロディックがダウン。先ほどもダイオのブロック選手とアルティメットによってセベンスケネン選手が異常に遠い距離まで行ってしまいましたね。さあ、そのままバロンに向かいます C9。 これでバロン獲得、131の構図が一気に強くなりますね。さあ、5人全員持ち帰ることができます。リプレイです。ここを戦える判断、ジェンセン選手としてはしっかりとできていましたね。ここでパワーグラスを使ったまでは良かったんですが、いやー、アルティメットがダメージが足りませんでしたね。もうどうしてもキルが欲しいといった形でスニーキー選手フラッシュにしてますが、キルはもらえませんでしたね。ガンビットとしてはすぐさまキルを回収、そして人数差を作るというのを続けてきたんですが、取れませんでした。もし取れていればといったシーンだったんですが、ただ取れていたとしても結果は変わらなかったように感じますね。さあ、バロンを使って3人でミッドレーン、そして続いて狙っているのはボットレーン。先にスメンスケネンが視界を取りに向かっています。いやー、すでにスニーキー選手はインフィニティゲッジの完成までできているので、タンクに対して有効なダメージが通りますね。さあ、先ほどのバロンを持って7000ゴールだったより1万ゴールドを超えました。さあ、ちょっとその猛進から、しかしここはリコリスに当たっている。相手のバックラインまでエドワード飛び込むことができていますが、スニーキーの体力は満タンで残っています。ここからダメージを出してくるスティージョスの体力、一瞬で吹っ飛んだ。クラッシュアウト、そしておごりを使って逃がす判断でしたが、ここでダウンだ。最後はジェンセンのダメージによってスティージョスがダウンです。そのままインヒビターに向かいます。これはインヒビター破壊した後にトップサイドに、インナータワー破壊しに行きますね。さあ、X フラッシュでゼイザーに戻ります。ちょっと危なかったですけどね。おっと、フック当たった。 W から一瞬で持っていきます。キラもそれに応じてテレポートを使いました。まだ耐えることができている。しかしロディック、この位置からダメージを出すことができるか。タワーダイブの状況ですが、ここでタワーがダウン。そしてフック、また当てた。ダイヤモンドをなんとかボディスルムを使いましたが、それでもスニーキーのダメージがとんでもない。英雄氷を使って逃げた先、ジェンセン、あと一発届きます。ダブルキル獲得、ジェンセン。これはトップのエレンのインヒビター、ね、守るのはできないように思いますけど、ロディックも体力が残り6割ほどです。ミッドレーンを守りに行くしかありません。バロンバフはまだ残っている。いや、これはエンドゲーム狙う動きになってますね。リコリスがまだミッドレーンから走って寄ってきています。ネクサスタワーを触りに行く。ダイヤモンドプロックス残り8秒。エドワードはアップしていますが、アルティメットのクールダウンがまだほんの少し上がりません。さあ、2つのインヒビター獲得、クラウド9です。追うかガンビット追えません。さあ、ここでクラウド9下がっていきます。取れる限界まで、全て取っていった後にリコールしていきましたね。リプレイです。いやー、ここはもうゼイザル選手のスーパープレー集ですよ。2回、前を止めてるんですよね、これは。しかも3回。どうしようもないですね。あんなポンポン当たるんですね。普通は当たらないはずなんですけどね。ただ今回もエッセンスリーバーですか。おっと、ダイヤのプロックス、ジェンセンに捕まった。ウィーバーウォールもあり、逃げ切れません。ジャングルに入ってはいけませんでしたね。さあ、このゲームはガンビットをもう苦しいでしょう。苦しいですね。これも常にダイヤモンドプロックス選手がいませんから、スーパーミニオンのプレッシャーでタワーもう一つ破壊されてしまいますね。さあ、相手の得意なチャンピオンをがっつり取り上げるというドラフトから作り出したこのゲーム、クラウド9一方的な有利を保っています。そのままネクサスタワー2本目を破壊、その瞬間仕掛けましたが、俺に夢中も一瞬しか使えませんでした。キラがタウントを当ててはいるものの、そこに参戦できる味方は誰もいません。ダブルキル獲得はスニーキー。
そのままネクサスの破壊に向かいます。さあこれでこの BO5 先にリーチをかけるのはクラウド9となるでしょう。おっとトリプルキル、ペンタが欲しいのか少し待っている様子はありますが、ネクサスの方が早そうです。さあこれで2対1、先にクラウド9が2勝を獲得です。いやクラウド9、今まではサイオン、グラガス、タリアといったチャンピオンのバンを徹底的に行っていたんですが、スベンスケレン選手が入ったことによって、タリアを自分たちで使えるというのもあって、バンを割く必要がなくなった。それによって相手を得意チャンピオンを全てバンするというなんていうかめちゃくちゃなバンなんですけど、それでも、選手が1人変わるだけで、これが効果、これまで効果的なバンになるとは思いませんでしたね。序盤のアグレッシブさというのがスベンスケレンのタリアが加わったことによって一気に変わりましたね。いやもうレベル2からプレッシャーかけていってましたからね。トップレーンのリコリス選手を育てることもできていましたし、加えて信じとという選択が、ガンクを刺す容易さを加速させてましたね。あれも、まあ、サイオンを開ければ取るだろうというのが分かっていたようなドラフトですね。ドラフトでしたね。もうサイオン出てきたらもうこれをやるというのをもう決めつけていたように、ピック早かったですからね。はい。さあこれで現状2対1です。あと1本クラウド9が取れればそれでグループステージ進出が決まります。さあ先ほどのゲームのブレイクダウン、蓋を開けてみればスニーキー選手が一番ダメージ出してるんですよね。途中からの一発の重さがね違いましたからね。どこでこんなにダメージ出したのかとちょっと思うんですけど途中までのゲームテンポというのはかなり、まあ、スベスケレン中心だったのかなという感じがしたんですが、ただ確実にゲームを作り上げたのはスベスケレン選手でしたね。かなりキラがゲームに絡めてはいたんですが、やはりロディック苦しかったですね。ルシアンでは厳しいですね。エドワード選手の素晴らしいエンゲージによってキルを獲得することはできてはいたんですが、いやただそれ以上には繋がらない。リコリス選手とジェンセン選手が常にトップボットをプッシュしていることによってそれの処理に向かわなければいけませんでしたからね。途中まではダメージのトレードの仕方ロディックうまかったんですが、一度ドレイブンに有利が入ってしまうと、まあルシアンのレンジもそうですが特にラカンが耐えられなかったですね。そうですね、ま、エドワード選手がなぜ入ってしまったのか、あのボットレーンですね。そうですね、かなりリスクの高い行動だったので、当たれば、リターンも大きかったのでハイリスクハイリターンだったんですが、それがリスクの方にだけ傾いてしまいましたね。一度フラッシュを吐かせた印象もあったのでこれはいけるという判断をしたんだと思いますが、スニーキー修正してきてましたからね。誘い込むようなバックステップでした。途中からもう仕掛けに対して、当たることがなくなりましたからね、ほぼなくなりましたね。届いたとしても、まあ、エドワードが入れているだけで他のラインは止めているというような状況でしたから、やはり5人集まるとスニーキー選手を守る能力高いですね。ただしワールズでドレイブンがこれだけ出るというのも珍しいですね。そうですね、まあ、スニーキー選手が使えるというのはまあ印象は分かったんですが、本来斧が落ちてくるポジションが分かりきっていて使うの難しいはずなんですけどね。さあここはガンビットとしては、スベンスケネン取り切りたかった。フラッシュで位置をずらされてしまったというのもあるとは思うんですけど、ただこの時点で大きなゴールド差でしたから一撃で相手を倒して離脱するような形が取れないと難しかったでしょう。スティージョス選手も合流できていませんでしたし、ゼイザルシーンですねここずっとダイヤモンドプロック選手を止めている、ひたすら止めてますから。9のクールダウン早くないですか。まあやはり早くなりましたから、まあバフがね、後半はあまり変わらないんで、後半変わらないんですけど、レベル12でこれだけ早いと。いやもうここまで差が生まれてしまうとどうしようもないですね。スニーキー選手もこの最後の仕掛けも避けてますから、もう英雄降臨でも守りきれないですね。ダメージ低下つけたとしてもどうしようもないですね。さあクラウド9、2013年から NLCS の代表として毎回ワールズに出場してきていますが、
今年もあと一歩でグループステージへと登ることができそうです。ブラバー選手よりもスベンスケレン選手の方がガンビット e スポーツに対しては効果的ですね。そうですね、このままスベンスケレンで次の試合も行きそうですね。ちょっとバンに関しても難しくなりますね。次はサイドの選択権がガンビットにあるはずですから、そこでガンビット何かを変えることができるか。そしてクラウドナインまた同じようなバンをしてきそうな気がしますけどね。すると思いますけどね、ちょっと3、4の先出しやったら難しいですよ。すれば新人のが出てきますから、さあこれが BO5 の面白さです。それでは続いてはゲーム4になりますが、一度インターバルとなりますので一旦失礼いたします。